こんにちは、ビハイア株式会社の松村です。今回ですね、弊社ラクジョブというですね、アニメゲーム漫画業界の求人サイトをですね、運営しているんですけれども、ちょっとですね、本日付で、掲載が終了してしまう会社さんがございますので、ちょっとですね、どういった会社さんだったかっていうのをですね、私の感想も踏まえて、あるいは最後の応募に向けて、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。この会社ですね、漫画、特に電子コミックですね、強い会社さんで、DMM の子会社さんのフューチャーコミックスという会社さんがあって、そこはですね、募集かけているんですけれども、編集の職業、特にやっぱりですね、DMM 関係ということで、TLBL、女性向けの会社さんということで、私ですね、実際このインタビュー、最初の取材の時から、いろいろとですね、やり取りさせていただいたんですけれども、その時はまだですね、TL が何かも知らないぐらいの、BL は知ってたんですよ。でも TL はですね、ちょっと知らないぐらいのあれだったんですけれども、いろいろとですね、話聞いていく中で、ほう、TL が、TL、なるほど、そういうものもあるのかと。じゃあちょっと一回読んでみようかと。いうことでですね、そこの会社さんが出してる本もですね、読んだりもしました。そこで勉強しまして、だいたい半年間ですね、今回掲載あって、応募としてもですね、他の、求人に比べても、かなり多めにですね、できたと、取れたということで、非常にですね、良い会社さん、良い、掲載ができたかなと思っております。ただですね、まだそれ以上にですね、人が欲しいということなので、最後にですね、ちょっと、ぜひともですね、この、ラクジョブという媒体以外からでもですね、募集の方はかけていると思いますので、興味のある方見ていただければと思いますし、あるいはですね、今日最後、募集じゃなくて掲載もしておりますので、ぜひもですね、見てみていただければと思います。今ですね、非常に電子コミックの掲載がですね、人気というか応募多くなっておりますので、興味のあるという方はですね、ぜひともこちら、ビハイア株式会社、私松村まさる、連絡先も、こちら載せておりますので、その電子コミックに関する求人ということでちょっと検討中がございましたら、一度ですね、お声掛けいただければですね、どういった感じなのかっていうのを詳しくお話しさせていただきたいとも思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。